おはぽおはよう。怒ってる。おはよう。おはよう。今日万代山綺麗に見えますね。というかね、太陽が出てるのですごい雲一つない快晴だし、だから暖かく感じるんですけど、気温は15度とかしかないんですよ。結構涼しいです。でもこのぐらいがいいですね。秋だなっていう感じの気候ですけど、このぐらいが一番過ごしやすい。秋が四季の中で一番好きなんでね、最高です。おとなしかったよ。あ、31度だ。いいじゃん。焼き鳥なんかね、いいじゃん、焼き鳥も。ちょっとこれ持って。持ってねよ。水こぼれるから、ね。なんでここに置くの？ちょっとここ、ここ。いい高さだよね。いい高さだ。もう落ち着かないです。もう落ち着かない。怖い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 。ではドルチェグスト、うちに来たドルチェグスト使ってみます。これね、あれなんだよ、あの本当は量決まってんだけど、なんかこのメモリみたいなのが新しい機種がついてんだけど、これついてないから、あのなんだっけ、量測んないといけないんだよね。はい、これでまあ大体このカップだと、このカフェラテは200 195ml なので、まあ大体あの並々というか、まあ、ちょうどいいくらいまで入れると定量になるということで、1センチぐらい、4センチかな、4センチくらいない、じゃあ行きますよ。そしたらこれ、はい、ここのレバーをこう上げて、ここのカプセル入れるところにこうはめる、うん、でそしたら向かなくていいのね。こう入れて、でこれを閉じる、うん、でこれ上のレバーね、左に倒すと水で、右に倒すとお湯が出る、だからお湯を、アイスもできるのじゃん。できる、それはいいね。こんな感じ、アイスもできるのか。うん、そうなんだよ、振動がすごい。おお、いい匂い。
わかんない。カフェラテは飲んだことない。スタバのやつ手動で飲む。そう、こんな感じ。あー、まだまだ垂れてる。ここはしょうがない。こんな感じです。カフェラテ。でも慣れるとかなり楽なんじゃないかな。はい、朝ごはんです。これ何パンですか。ライ麦パンです。石窯ライ麦パンとヨーグルトとカフェラテです。ドルチェグストのカフェラテ初めて飲むけど、どんな感じなんだろう。おう、あ、美味しい。甘さ控えめで美味しいですね。ね、うん、うん、普通に美味しいです。癖がない感じで美味しいです。福豆これ外で電源つなぎながらタイムラプス撮ってたんですけれども、まあ、かなり日差しはあるもののやっぱり気温自体が低いから発熱はあんまりしないですね、うん、まあ、若干は暖かくなってますが、もう熱暴走するような暑さではないですし、通常使用でもこのぐらいの熱は持つんじゃないかレベルの発熱なんで、うん、やっぱりこの気温は電子機器にも優しいという。練習してますね。めちゃくちゃ聞こえます。会津祭り今日が最終日かな。今日は見に行けませんけど、あの小学生が小敵隊になってあの街を歩くっていう、その練習を今あそこの校庭でやってます。自分もね、小学4年生とか5年生の時にやりましたね。懐かしい。あのバスドラムをやりました。本当はスネアドラムをやりたくて、なんかそのスネアドラムのあの試験みたいなのには一応受かったんですけど、あの力あるからバスドラムやってくれっていうことで、なんか気づいたらバスドラムになってたっていう。あとあれ旗もやりましたね。旗フラッグ回すやつで何回か吹っ飛ばしましたね。出発、あ、なんか出発してそうですね。まあでもそこそこ涼しくていいですね。F1 のアクリルスタンドがレッドブル2本買うともらえるらしかったので手に入りました。これデスクの上に飾っといたら多分めちゃくちゃいい感じになると思います。12、そこ電車だっけ。そうだね、ここ
の西武とかのね、はい、友達さん、ちょっと自転車じゃん。あのグリルキャンプに行った後に。そっか、車で来たから。ほら。すげえ。仙台の3階建てアパートとか。仙台すごいな。道の駅猪苗代です。ゴンドラ、閉まってます。よやば。ああちょっと待った。びっくりしたね、ポーさん。ごめんごめん。ここは開いてないとダメなんだ、どっち。はい、夕飯です。これ、ベースはバジルパスタ。そして生ハムとホタルイカが乗ってます。あと、ポテト。そうか、お腹の容量があんまりない。おはようございます。これはなんてやつ？おはようございますって言った今。なんてやつって言ったの？赤ワイン。だね、これはシラーズ。オーストラリア、オーストラリアワインです。オーストラリアか、そうです。ポーの国です。お、乾杯しないで。あ、しなかった。まあ、いいか。あ、美味しい。美味しいでしょ。あっさりですね、オーストラリア。じゃあ、今日ミハルで買ってきたナッツです。これが美味しいんですよね。このチーズとナッツが入ってて味付けがめっちゃ美味しいっていう。これですね、多分ね、燻製なんですよ。ウッドファイアローステッドって書いてあるんで、ベトナムのやつで、すごく
美味しいです。うん、うまい。ハイボールと合います。いいよねって思ってたんだけど。どこ？え、これ、これ繋がってたのね。そうですよ。焼けちゃうのか。こんな感じです。あのね、多分5種類ぐらいあったはずだよ、この柄は。いいね。いいじゃん。いいね、いいね、いいね、嬉しい。やったー、嬉しい。いくつも貼ったらでもダッサくなるよね。次買ったら本体に貼るか。やったー、ありがとう。捨てていいのね、はい、これね。うん、捨てていいのね。あと使わないの。あと使わないの。今日も昨日食べて美味しかったキャラメル。